4番線の横須賀。ご視聴いただきありがとうございます。混雑回避の案内人、大和です。今回は武蔵小杉駅の混雑状況をお届けいたします。横須賀線は乗車率が高く、階段付近は特に混雑しておりました。他にも話題の路線紹介や混雑回避の方法を解説した動画を投稿していますので、ぜひ合わせてご確認ください。このチャンネルでは通勤ラッシュにフォーカスし、日々変わる混雑状況を皆様にお届けしております。動画から混雑回避できる方法を知っていただき、皆様が快適に通勤通学していただけたら幸いです。それでは本日もよろしくお願いします。まずは奈良号車付近を見ていきます。乗車待ちの人そこそこいるように見えますが、武蔵小杉でこれはまだ少ない方です。この時間は入線時の乗車率が低く、そこまでの混雑にはなりませんね。千葉駅ドアが閉まります。次は埼京線の大宮駅を見ていきます。時間がまだ早いので、こちらも乗車率は低めとなっています。4番線の埼京線ドアが閉まります。ご注意ください。大宮駅ドアが閉まります。次は横須賀線の津田沼駅です。少しずつですが武蔵小杉からの乗客も増えてきました。ドア付近はかなり混雑しています。次は湘南新宿ライン小金井駅を見ていきます。15両でこの混雑と考えるとかなりすごいですね。ただ座席前あたりは余裕がありそうです。次は横須賀線君津駅を見ていきます。乗車待ちの人も最初と比較するとかなり増えてきました。吸い込まれるように続々と乗車していきます。これぞ武蔵小杉の混雑という感じです。即座にリュックを押し込んでスムーズに閉まりました。次も横須賀線津田沼駅となります。先ほどの君津駅が大量に乗せていったので、こちらは平和です。ご注意ください。
は湘南新宿ライン快速の高崎駅です。おはようございます。ご乗車ありがとうございました。この電車を待つ人も多く、かなりの乗車率となっています。湘南新宿ライン高崎駅を出します。この状態で次の大崎まで9分間耐えるのはなかなか辛いですね。湘南新宿ライン。ここまでの混雑は階段付近の10号車前後あたりとなります。映像に映っているように後ろ寄りはかなり余裕があるので1から3号車付近からの乗車がおすすめです。次は埼京線大宮駅を見ていきます。おはようございます。ご乗車ありがとうございました。国民日本ですね。横須賀線や湘南新宿ラインと比較すると乗車する人はかなり少ないです。それでもドア付近はそこそこ混んでいるのが恐ろしい。4番線の埼京線ドアが閉まります。ご注意ください。4番線ドアが閉まります。次は横須賀線成田空港駅です。成田空港まで約110分で行けます。やはり横須賀線の乗車率はかなり高いです。車両端はスペースが狭いのでなるべく避けた方が良いですね。4番線の横須賀線ドアが閉まります。ご注意ください。横須賀線ドアが閉まります。続々と乗り換え客や当駅からの利用者で人が増えてきます。次は湘南新宿ライン宇都宮駅です。おはようございます。ご乗車ありがとうございました。湘南新宿ラインも安定して11号車付近は混んできました。湘南新宿ライン宇都宮駅発車いたします。次は横須賀線の君津駅となります。ものすごい数の人が乗車しています。全員乗り切れるのだろうか。数名乗車できなかった人がいます。次の西大井駅でも乗車があるので本当の地獄はそこからですね。西大井駅の混雑も投稿していますのでぜひご視聴ください。先頭方面のドアが閉まらず押し込みに行っています。次は湘南新宿ライン快速の籠原駅となります。横須賀線ほどではないですがそれでもかなりの乗車率となっています。横須賀線のやや前よりの混雑状況も見ていきましょう。すでに並んでいる人が多い。それでは9号車付近の混雑を見ていきます。
この位置だとかなり降車が目立ちます。それでも乗車も同じくらい多く、かなりの混雑となります。この電車も西大井駅に止まるのつらい。次は埼京線の高根駅を見ていきます。やはり埼京線タス赤羽止まりではそこまで需要は高くないですね。4番線の埼京線ドアが閉まります。ご注意ください。赤羽駅ドアが閉まります。次は横須賀線の千葉駅です。乗車待ちの人数でいうと7号車付近がホーム幅も広く多いです。強めに押し込む必要があるくらい混んでいます。こちらが本日最後となります。湘南新宿ライン小金井駅を見ていきましょう。おはようございます。ありがとうございます。降車の方が多いので激混みにはなりませんね。皆様は横須賀線と聞くとどの駅の混雑を想像しますか？ぜひコメントで教えてください。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひお願いいたします。以上、ヤマトでした。今後ともよろしく。